お時間を頂戴した。現実のあなたは学校なる場所からの帰り道。さて、君はまたしても興味深い選択をしてくれたようだ。主がおっしゃった、破滅に抗うための欲望の鍛錬である。あなた様が自らの選択で異世界に訪れたことは、欲望の鍛錬に挑む意志があるということ。さて、メロペ、始めようか。君に提案された通りに進めればよいのだね。頼まれていただきたい。では…ならば、楽しみにしていよう。はじめまして、藤川家の後継者、藤川幸美です。あなた様が先ほどご覧になったものは、ある人間の認知存在。その通り、本人ではない。大衆の間で認知されているもの。要はかような世界にありながら目立つ人間ということだ。そして、その認知存在の傍らにあったのは、ペルソナ・デュオと心得ていただきたい。あなた様のペルソナを参考にさせていただいて、ペルソナ・デュオは、メメントスをたゆかう数あるシャドウから、私めがチョイスしたもの。そして、デュオの命名は、私めのセンスと心得ていただく。メロペ、君のサポートのため現実にまで足を運んでこの方法を模索していたようだ。なんとも優秀なコンシェルジュではないかね。ペルソナデュオを駆使してアイドルユニットさながらにあなた様の戦闘のサポートをする認知存在。それを名付けてカイドル。回答にコードネームが不可欠であることも心得ている。僭越ながらコードネームもご案内させていただいた。あなた様の欲望の鍛錬のサポートによってこれまでにない達成感を覚えていると申し上げておく。故に私めからより一層のサポートを覚悟していただこうか。では、今回はこの辺りにしておき、またお目にかかりたいものだね。